ちは。こんにちは。豊さん、はい、まあ、昨日、はい、今日と、まあ、練習試合で投げて、まあ、並びに、はい、オープン戦っていうくくりもあるのかな。そうですね、まあ、観客を入れてないものに関しては練習試合になる、まあ、そうだね、はい、あれですけれども、中でも、はい、ピッチャーたちのこの仕上がり、結構エース級が投げてきてますよね、とか試したい選手とか、まあ、そうだね、はい、どうです、まず豊さんがこう上げるとするといいなと思ってる、まあいいなと思うのはさ、うん、あの昨日投げた、はい、やっぱり菅野、まあ、その辺のやっぱ貫禄もあるしさ、はい、まあ、ちょっと対外試合だけど、広島戦だったけど、ちょっとインサイドに遠慮してるのかなっていう、はい、投げるのにね、やっぱり当てちゃいけないと、この時期にね、うん、はい、だから多少遠慮があるのかなと思いつつも、うん、やっぱボールも切れてるし、コントロールもできてるし、良、はい、かったかなっては思うけどね、うん、で、うん、今日投げたのが、あの戸郷投手です、同じく巨人の、はいはい、戸郷投手はどうでした？戸郷はやっぱこう実績だよね、やっぱ昨年の自信が大きいなと思うのは、やっぱ投げっぷりもいいし、はい、まあ、それなりにコントロールも安定してきてるよね、うん、昨年ちょっとこうストライクとボールがはっきりするところがあったんだけど、はい、今年はなんかすごくこう外れてもストライクゾーンの近くに行ってるというか、はい、で腕の振りもいいしね、うん、だから非常に計算が立つピッチャーかなっていうふうに思うけどね。やっぱり去年のこう経験とかが自信につながってるんですね。いや実績は大きいよ。で日本シリーズももちろん、まあ、中継ぎですけど出てますしね。まあ、まあそうだね、うん、大きいですね、財産となって。大きい大きい、うん、あとよ、いいなと思った投手、例えばヤクルトの、まあ、山野、はい、豊さん注目してた投手投げましたね、うん、やっぱり山野は、はい、大学時代負けてないんじゃないかな。あ、そうなんですか、うん、非常に安定してるよね、はい、でコントロールがいいわ、うんうんうん、でコントロールのいいフォームをしてる、いいフォーム、うんうん、でそういうピッチャーっていうのは、はい、駆け引きができるようになるんだよね、はい、でやっぱ球種も豊富だしさ、うん、だから割と安定して使えるめどが立ちそうかなっていうふうに思うよ、山野。じゃあ今シーズン山野投手は、うん、その開幕、まあ、まあ、他のピッチャー次第だけど、はい、ローテーションに入ってくる可能性は高いよね。あ、左だし。あ、じゃあ結構いい風に豊さんには、うん、で投げてる、はい、なんていうの、こう、まあ、もちろんフォームもそうだし、はい、やっぱこうテンポもそうだし、うん、まあ、割と備わってるかなっていう風に思うよね。あ、そうなんですね、うん、もう、あと他に良さそうに見えた、例えば田中投手も投げましたし、マー君はね、はい、やっぱ慣れることが、うん、まあ、2試合続けて失点はしてるんだけど、はい、まあ、見てる人はどう思ってるかもわからないけど、はいはい、もっと圧倒していくと思ってたと思うんだよね。昔日本にいた時の最後のシーズンのような、そうそうそう、はい、たださ、やっぱこう8年間こう日本球界を離れて、はい、やっぱ慣れなきゃいけない部分ってたくさんあるんだよね、うん、例えばボール一つにとってもさ、やっぱ感触はまだしっくりはピタッとは来てないと思うしね、はい、であとはまあ審判との駆け引きだとかバッターの駆け引き、うん、まあ、そういうことからこう考えると、こう、まあ、自分を試してるなっていう、うん、どれがどうでどれがこうなんだっていう答え合わせをしてるというような状態だから、はい、まあ、失点は仕方ないなっていうふうには見てるんだよね。あ、じゃあ特にその失点したからといってちょっと不安とか心配とか、うん、でも三振を取りに行こうとしてるときは三振、腕をバッと振って三振取ってるよね、はいはい、だからそこら辺は、まあ、シーズンに入ると変わるかなっていうふうには思ってる、うんうん、特に心配してることっていうのは慣れだけってことですよね、あ、戻す、うん、まあ、マウンドだとかさ、はい、各球団マウンドが違うでしょ、はい、メジャーの球場って、まあ、マウンドも、まあ、形状ちょっと違うところはあるんだけど、硬さという面では一緒なんだよね、はい、無駄に掘れないというか、だからそういう意味では掘れるマウンドもあるだろうし、はい、まあ、そういうのには一つ一つ慣れていかなきゃいけないよね、うん、まあ、慣れていくっていうか戻していかなきゃいけないよね、感覚をね、うんうん、まあ、じゃあ特に今の時点でマークは、まあ、大丈夫と、まあ大丈夫だよね。あと藤浪投手も投げましたけれども、昨日藤浪はね、はい、どういう期待をしてるかなんだ、だから先発で10勝とかさ、はい、昔のようにそうですね、じゃなくて、はい、やっぱこうしっかりさ戦力というふうに考えたらさ、うん、まあ、10勝とか勝ち星とかじゃなくて、はい、しっかりした戦力というふうに考えたら、うん、まあ、しっかり投げられてる方だと思う。あ、そうなん
そうなんですね。そう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 、うん、でまあ疲れも来てるしね、はい、まあ、昨日投げてちょっと失点したのかな、はい、でもやっぱりしっかりした戦力には俺はなってきてると思うけどね。まあ、選手の層が厚いからさ、阪神そうですよね、ピッチャー陣は特に ねどこで入れるのかっていうのもありますし、特にまあ藤浪投手心配するところはもうあと実戦でどうなるかっていうところですもんね。まあそうだよ、あとはコントロールだよな。そうですよね、実戦でのまあコントロールでもストライクに入るか入らないかって、ね、あれだけ力があるからさ、はい、やっぱストライクゾーンに行っときゃ、うん、ある程度ファールも取れるし、はい、打ち取ることもできるよ。そうですね、うん、あとバッターのインサイドに行けるのか、まあ行けるかどうかはもう投げてみなきゃ自分だって分かんないわけだから、ね、まあまあそこら辺は俺は今この時期にやっぱこう監督がマウンドに上げようとすることがやっぱもうプラスだと思う、はい、うん、やっぱこう戦力として考えてるっていうことだから、うん、で一方でなんですけれども、例えば、中日の大野雄大投手も投げましたけれども、昨日投げたよね、はい、どういうふうに映ってました。まあ、佐藤にデッドボールとか当てたりだとか、はい、まあ、いきなり立ち上がり失点したんだけど、うん、まあ、昨年もそうだったけど春先あんまり良くないんだよね。そうですね、うん、エンジンのかかりが遅いというかさ、はい、でも気になったのがコメントで、はい、この時期腕がどれだけ振れるかだっていう、はい、まあ、確かに振れたことは振れたと思うんだけど、うん、振れてても失点してたら何にも俺はならないと思うんだよね、うん、でエースでしょ、でやっぱ春先悪いっていうことを考えると、やっぱどのピッチャーも口を揃えて言うのはやっぱ低めにいかにいけるかっていうことだったと思うんだけど、大野は腕を振って、まあ、高めに抜けることは別に気にしてないと思う、はい、いや俺はそこ気にしてほしいんだよね。あ、やっぱりそのエースというのは低めやっぱ負けれないからさ、エースっていうのは負けちゃいけないという、うん、連敗があったら止めなきゃいけないというピッチャーだから、やっぱ大野なんかは一球の怖さっていうのを知ってるピッチャーだけにね、やっぱ低めを丁寧に投げる術というものを、腕を振るということよりも術を分かってるのかなっていうような、まあそこら辺がちょっとコメントを聞いただけでは不安だったよね。腕は振れてることは振れてるからいいと、ただ高め腕は振り出すんだよ、みんないつだって振れるんだよ、はい、ただ高めに行くってことはそれは状態がどういうことだ、やっぱフォームの微調整が必要だということだよね、まだまだ、はい、1ヶ月間やって低めに行かないっていうのはさ、うん、まあ、実戦でやっぱり力むとね高めに浮いちゃうのかもわからないけど、うん、だからまあそこら辺の微調整は早くしてほしいなって、じゃないと安心感が出てこない。そうですよ、ね、やっぱ菅野とか、はい、そういうの見てるとマー君だとか、ね、うん、やっぱ低めに行こうとしてるからね。去年のことを考えても大野投手が、まあ、中盤から良くなってきたんですけど、うん、前半が良ければいい位置にもっと行った可能性があるからね、まあ、チーム自体がやっぱ春先悪いんだよね、はい、中日って、うん、で徐々に後半になってこう上り調子になっていく、これ春先から言ったら本当に優勝争いするような完全な、うん、はい、そういうチームだし、はい、まあ、それだけのメンバーも揃ってきてるし、うん、だから大野次第なんだ。大野がやっぱそういう意識を持たないと全員が持たなくなるよっていうことなんですね、うん、あと則本投手、則本、はい、まあ失点もしてるよね、はい、でそれと投げ合ってた福谷、はい、これも失点してるんです、はい、いやだから福谷がちょっと心配だなっていう感じが豊さんは、まあ、則本は、まあ、失点はしても、まあ、マー君の効果が出てくるのかなって思ってるんだよね。あの一緒によく状態が上がっていく、うん、やっぱりあれだけ低めっていうさ力があっても、はい、あれだけ低めっていう意識をマー君が常に言い続けてそれを実践しようとしてる、その姿を則本が見てると、はい、やっぱ俺もってなるよね、はい、いや俺マー君より上だなんて思ってないよね則本が、うんうんうん、ね、そしたらそういう意識が芽生えてくると良くなると思うんだよ、うん、ただ大野が腕を振れるかどうかだって言ってもやっぱ低めに行かないと、はい、エースがそういう考えだとやっぱ俺は良くないと思うんだよね、うん、まあ、人それぞれ考え方は違うよ、はい、でタイプも違うよ、うん、だけどやっぱその意識っていうのは投球スタイルに現れてくるし、そういうのを見るから、はい、若手は、うん、でやっぱエースっていうのは注目してるからみんなにね。そうですよね、うん、エースといえば、DeNA のエース、うん、浜口投手、まあエースではないけどねでも自ら開幕投手を今年は
意気込みは感じるよね。はい、でまあいきなり失点したけどさ、梶谷にツーベース、坂本に返されたけどさ、うん、まあその後は落ち着いてやってたよね。うん、ただやっぱこうある回に突然制球を乱すことってあるんだよね。はい、まあ制球次第だけどね。うん、今日もあの何回でしたっけ、1イニングで2回フォアボール、うん、トントンと出してちょっとピンチっていうのもありましたけども、ね、だからまあそこら辺がやっぱこうもう一つ信頼を勝ち得るのにさ、うん、不安なところだよね。うんうん、春先って浜口投手ってこんな感じ。いや春先も何先もないよ、あいつは。春先の軒先もない軒先もない。ただ、はい、入江がいい。おお、入江のニュースっていうのがあんまりこうポーンと最初は出てきたんだけど、なんか影を潜めてたんだよね。はい、で昨日実戦で投げたらさ、はい、ボールに角度があって力がある。お面白い。おちょっとここで面白い投手、面白い、面白くなるような投手だ。入江はやっぱ力あるなって思った。あそうなんですね。あれ浜口投手の話がどっか行っちゃった。浜口はもう ずっと見てきてるピッチャーだから、はい、だからもう制球さえ良ければ、うん、YouTube ライブでも言ったけど、はい、カウント負けさえしなければ、うん、やっぱある程度投げれるピッチャーだから力があるしね。はい、うん、だからストライクをこういかにうまく取っていくか、うん、まあ、そこだけなんだよね。それをこの時期に、うん、まあ、自分でできる、まあこうね、納得できるピッチングに持っていくっていうことですよね。うん、そういうふうに、ね、で、ヤクルトの木澤投手。木澤ね、はい、今日も投げてましたけど、今日顔真っ赤にして投げてたな。なかなかイニング終了できずに、はい、やっぱ自慢はストレートだったと思うんだよ今までは。はい、でもやっぱ 100% まっすぐ狙われたら打ち返されるというんだよプロは。はい、ね、で力があってもいかにこう印象付けれるようなボールがないと、うん、そのまっすぐを狙われるか、はい、で自分がコントロールを乱してカウント負けするようであればちょっと苦しいな。で投げ方がね、そうそれです。やっぱり力むんだよ。うん、力んでもボールいかないし、はい、でも軽く投げるのは怖いし、うん、だからその頃合いを見つけないとコントロールはつかない。あの投げ方じゃやっぱね、こうかぶってくるんだよね、はい、状態が、はい、力で抑え込もうとするんだよ、うん、ボールをバッターじゃなくて。でそれだとね、やっぱなかなか今まで見てきた中でコントロールのいいピッチャーっていうのはいない。じゃあフォーム、今日本当にあのワンバンの、うん、多かったじゃないですか。それも変化球ばっかりだったでしょ、もう怖がって、はい、そうですよね。うん、なのでもうフォームをちょっと改善しないと厳しいよ。ちょっと苦しいかな。うん、ピッチャーって何が大事かっていうとさ、はい、まあ確かに大谷みたいな力があればいいよ、うん、160キロぐらいの、うん、だけどまあ150キロぐらいだったらさ、やっぱもうコントロールがいる時代になったからさ、うん、昔だったら150キロって言ったら力で勝負できてたんだよ。でも今のバッターってもう技術も上がってそういう速さにも慣れてきてるから、はい、やっぱある程度150キロでもコントロールがいるんだよね。うん、そうなってくるとあれの投げ方ではちょっと時間がかかるっていうふうに思った。あのどこかでこのオープン戦というかこのシーズンにちょっと修正しないとってことですね。修正しないとね、厳しい。でやっぱ力んでもダメだということだよ。力じゃダメだっていうことですね。うん、この時期あれですね、こういい投手だったり、うん、ちょっとまだ仕上がってない投手だったりとかやっぱり見て、まあ、それはいるよ。で、新しいボールを覚えたらそれを試したいっていうピッチャーもいるし、うん、だから結果が全てではないんだけども、はい、やっぱ投げ方だとかその雰囲気を見てると大体わかるよね。うん、その今日ねこう挙げた投手たちが次の登板でどういったこう、うん、ピッチングをするのかっていうのもまたちょっと注目しながら見ていきたいですね。はい、はい。